皆さんこんにちは。2023年賃貸不動産経営管理士講座説明会始めていきます。今回はこちらのお題ですね。賃貸管理士結果が出る科目別法学習法副題が。 賃貸住宅管理業法をどう攻略するかが鍵ということで、えー、この賃貸不動産経営管理士について少し今回は中身、えー、まあ試験の内容などを中心としてね、えー、資格説明会ということで始めさせていただきます。担当はレック専任講師、神田と申します。よろしくお願いします。 はいそれでは先ほど見せたこのレジュメですね。でもしレックの、えー、学校などで聞かれてる方はこちらのレジュメを印刷してもらって出していただければと思います。まあ、既にお手元にありますかね。 えー、あるいは、まあ、ご自宅で、あるいは、まあ、そのね、えーまあ、印刷ができない状況であれば、まあ、この画面に映しながら、えー、説明を、ねえー、加えていきますので、まあ、ぼーっと見てても構わないかなと、そんなに片、えー、を苦しくね、えー、聞かずに、ぼんやりと聞いてくださればと思いますのでね、はい、この賃貸不動産経営管理士についての、まあ、資格説明会ということで、進めさせていただきます。ただ、お題にもあるように、今回は少しその試験の中身、どういうものかっていうところでね、えー、入っていてありますので、 まあその辺をね えー、考えてまあおそらくこの時期でこの賃貸不動産経営管理士考えていらっしゃる方で何、えー、なんだかんだ言いつ多いのが、えーまあ、今年あるいは昨年宅検士受かったんだけれども今年合わせて受けるんだけれどもあ何かこの近い資格ということで、えー、あるということを聞いたのでね、えー、ですから、まあ、受験と、まあ、どういうものか聞きたいという方もね是非是非聞いていただければと思いますのでね。まあ、かといって、まあ、ちょっと資格のことと、えーまあ、試験の流れについても概略だけ説明さ させていただきますで、この賃貸不動産経営管理士、まあ、やっとこさというわけじゃないんだけれども、まあ、あの、世の中でも認知度が出てきてる。ただ、何をしてる人、する人かっていうのは、説明できる人はなかなかいないっていうことなんですけど、不動産の資格として、この賃貸不動産経営管理士、えー、これができてるんだよね、ぐらいは、えー、まあ、イメージついてる方もね、多くなってきましたが、じゃあ、この賃貸不動産経営管理士は、えー、どういう、まあ、資格かっていうところですけれども、まあ、 名前からはちょっとずれかるかもしれませんが、まあ、今世の中に賃貸住宅を管理をね業として営もうとしている、まあ、営んでいる、えー、まあこれ業者さんがいます、まあ、そこにおいて必要な資格といえばその通りですね、えー、この賃貸住宅管理業というのはまあ国に登録して出ないとできませんけれどもその賃貸住宅管理業において、えー、まあ 様々な業務やってる人の、まあ、監督的な立場に立つね、えー、業務管理者というものを各、まあ、賃貸住宅管理業者としては置かなければいけません。業務管理者ね。その業務管理者になる資格、これが、賃貸、住宅、えー、賃貸不動産ね、えー、経営管理士という形のね、同じ名前のようなものが出てきて非常にまどろっこしいんですが、賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅管理業者において、まあ、必要な資格。 というところですね。ただ、現在においては、その独占的にできる業務、まあ、業務管理者となれる、うーまあ、資格としては単に宅建士があるのでね、宅建士と競合してるっていうところはあるんですけれども、まあ、若い資格で、それから、えー、まあ、これからいい意味で言うと、いろいろね、発展的に様々な業務が出てくるでしょう。悪く言うと、ちょっと模索中というのはあるんですがね、まあ、いずれにせよ、まあ、不動産、えー、まあど、んどんどんどん広がっていく中で、この賃貸不動産経営管理士、えー、これも 業務が広が広っとい,いうところで当然ながら受験者は、えー、増えてきて、えー、まあ認知も増えているというところとなりましょうかね先にどういう経緯で受験されているかっていうところも踏まえて同じページの下の方にですねちょっと私消えてもらいましょうかね、えー、令和1年、まあ、ここ4年のまあ申し込み者受験者、えー、合格者そして右の欄が合格率と合格基準点としてあります。で ちょっと先に経緯を言っておきますと、えー、この賃貸不動産経営管理士の資格はですね、令和3年度から、まあ、いわゆる形上は国家資格ということで、国家試験が実施されておりますというところなんですね。ですから、それ以前も、まあ、いわゆる民間資格ということで、えー、実施されてたんですけれども、やはり、まあ、特徴としては令和3年、4年として、まだ2年のね、経験しかない、経験というかね、実績しかないというところは、えー、まあ、ちょっとね、えー、先にお話しさせておいてくださいですね。 でまあとは言いつつその 国家資格、国家試験になる前からですね、えー、民間として、まあ、実施されているのも、それも踏まえて、大体3万人から4万人、えー、4万人までは行ってませんけれども、それぐらいの方が受験されてます、えー。まあ申し込んで、まあ多くの方がそれで受験はされてますかね。で、合格者がそのうちの大体3割程度になってますということで、えー、で、合格率見た方が早いですね。えー、ここ3年の中で見ると、大体30%ー前後。 このズレはおそらく意図したものじゃなくて1、えー、点のところにかなり集中するのでまあ誤差の範疇でしょうねでおそらくこの合格率自体は,、えー、は5年になって大きく変わるところじゃないので、まあ、100人受けると30人受かる試験、えー、厳しいと見るか楽と見るかはちょっと置いといてね、えー、その30人ぐらいまあ30%の方々が受かっていく試験ということとなります。 から試験の形式ですけれども50問あって4試択1で、えー、2時間で解いてもらうということなんですけれども、えー、50問でねそうすると、まあえーまあ、マークシートで、えー、塗っていくので何点っていうところが、まあ、合格基準として、まあ、分かってくるところですねで昨年は50問のうち34点を取ればあ合格しましたまあ最低ラインが34点でしたっていうところね、まあ、それが同じ国家資格になって えー、去年、一昨年と比べると、まあ、6点下がってるというところですが、まあ、これは明らかに試験自体の難易度でね、えー、変わってきますというところです。というのは、合格率がほぼ30%と固定されてるので、えー、年によっての難易度がね、えー、違ってきて、そして、ここで下がってくるというところですね。まあ、おそらく基準は正確に発表はしておりませんが、合格率、これをベースにして、えー、まあ、若干の難易度でね、ずれが違ってくる。まあ、ただ、若干の難易度でね、ずれが違ってくる。 難易度と言いつつも、えー、かなり、えー、令和3年と比べると6点下がってますのでね、4択で、えー、6点下げるとなると、かなり異質な問題として見えるのも確かですけれどもね、ただまあ、えー、難易度は、まあ、結局のところ、難しかったら点数は取れない、簡単だったら点数は取れる、で、合格でできますので、受かりやすさでいうと、まあ今年も、まあこれ、去年、一昨年と変わらないものだとは思っておいてくださいね。えー30 パーセントの、まあ、合格率、えー、ということとなりますでは試験日一応確認しておきます、えー、同じページというか同じ紙の一番上の方ですね試験日時、えー、令和5年の11月の19日ですね、えー、日曜日まあ、午後1番の13時から15時 で、まあ、合格発表は約1ヶ月ちょっとかかりますがね。まあ、えー、年内には発表されます。で、先ほど言ったように、試験形式、出題形式か、4詞、択一、マークシートで50問。これ2時間ずつ置いてきます。えー、択研士などの経験がある方は、あ全く一緒だなっていうふうに感じていただいてるとは思います。まあ、その通りですね。不動産系の資格って結構多いんですけれども、50問で5、えー、4択で、えー、マークシートでっていうパターンで、ね、も、まあ、これちょっと、えー、 ほとんどのケースがそれに当てはまるんですけどね、えー、その形式でありますとで、その中でやはり、えー、まあ、今年の受験を考えている方の中でも、えー、特にた たっの試験ね。えー、これを今年受けて、えー、確か、宅検けの試験は10月の15日にあって、で、試験が発表が11月の21日なのかな。えー、まあ、ひととちょっと待たされるので、その間勉強して、そして、えー、やってやろうという方、かなり多くはいらっしゃいますし、それから、会社の方で、えー、2年前に宅検け取ったんだけれども、賃貸不動産経営管理所取っとけと言われたりしてる人もいらっしゃるでしょうね。それから、 まあ不動産系の資格、まあ、いくつか持っててそれで興味持ってっていろいろあるんですが、まあ、ちょっと今回ね、まあ、もちろん初めて受験される方もいらっしゃるかと思いますが、えー、特に宅研士などで、えーまあ、不動産系の資格勉強された方なんかね多いと思いますがまあそういう方まあ 中、なんかどういうふうに攻略していくかということで、この賃貸住宅管理業法をどう攻略するかっていうところね、ちょっと注視してみたいと思います。で、もう一度ですね、えー、受験者受、合格者、合格率というところを見てほしいんですが、 まあ今回はちょっとスポット、先ほど出ますが、えー、この合格基準点の方を見ましょうかね。えー、昨年50問のうちの34点、えー、これが合格基準点でした。まあそれがまあたまたま、えー、失礼、反対かな。合格率が30%ぐらいがまあえー、あったというところですが、声はこういう声が非常に多かったです。難しかったと、えー、ですね。はい、それからその難しかったという方の中にはですね、えー、実際には、あの、 昨年同じ年に宅建士の試験は何とか合格しましたっていう声があるものの、あるいは、えー、去年おととしと、宅建士、えー、を受かって、で、1年間が空いて、この賃貸不動産経営管理士を勉強してやったんだけれども、賃貸不動産経営管理士の方は、ちょっと残念な結果になってしまったっていう声も確かにあります。で、 なんとなく世の中では、その、宅建けの、えー、まあ、前資格っていうと失礼なんですがね。まあ、その準備の資格ということで、その流れがあったんですが、実際に去年、一昨年見てみると、宅建けは受かったんだけれども、賃貸不動産経営管理士は落ちましたということで、えー、まあ、逆転現象というわけじゃないんですけれども、そういう声も結構少数派じゃなくて出てきてるのは現状としてあります。そうすると、やっぱりこの賃貸不動産経営管理士も、あのー、 生半可な勉強では、これは受かりませんということは、これ覚悟はしておいてください。まあ、生半可ってそこまでね、敷き上げることはないんですけれども、ちょっとやそっと勉強したところでは、やはり受からない資格っていうのは、これ当然としてあります。というところね。えー、まあ、それがやはりね、えー、合格率や合格基準点に表れているというところですね。はい。で、えー、ちょっと冒頭にも言いましたが、去年とと、一昨年のこの合格基準点40点というところに比べると、えー、昨年の試験が34点となると、まあ、基準点が6 6点も下がってしままううとこれ本当ににのの試験のように見えますかね、えー、で、これでまた、まあ、昨年受験されてダメだった人はもう難しくなりすぎて無理無理無理って考えたりする人もいるんですけれども、ちょっとね、考え方もちょっと切り替えてほしいということでいます。で、なぜ昨年この,、えーまあ、この合格基準点が34点に、まあ、僕はなってしまったっていうふうに、えー、言いますかね、えー。なりますと、ちょっと内訳考えるとですね、えー、いろいろ特徴があります。 一つはですね、全般に難しくなったっていうわけじゃなくて、一部の問題が、えー、初めて目にしたり、それからちょっと考え方としてハテナ、それから完全に範囲が外れてるということで、真、えーまあ、新しく、そして、まあどうしてもちょっとね、えー、勉強でこれ効果が出ないっていう問題が、やっぱり10問近くありましたっていうところね、全般で難しくなってるわけじゃない,ないんですね、えー。で、ちょっと、 まあ、目くらましっていうわけじゃないんだけれども、目くらましのような形で、なんか試験全体が難しいっていう声が、まあ、上がってるのは、もうこれ現状としてありますが、よーくよーく見てみると、えー、ちょっと範囲を外れたり、そして、えー、難問疑問っていうものが、まあ、確かに10問程度あったんですが、残りの40問はしっかり勉強していれば、しかも短期間、1ヶ月程度でしっかり勉強してしまえば、ちゃんと点数取れるっていうのも、 確かなんですね、えー。ですからまあごそっと追ってしまい。で、その前の年の令和3年が、あの、新しい問題とか、えー、そういったものがあまり見受けられなかったので、えー、だからまあどうしてもね、えー、点数は上がりました。 だから、合格に必要な、ま、点数だけ考えると、そんなにですね、難易度が変わってるわけじゃないので、まあ、特にここに3年ですね、えー、国家資格となったこの2年、そしてその前準備段階の時も踏まえて、まあ、この3年前のこの令和2年から試験の内容がごガラッと変わったんですが、まあ、そこから見ると、肝心肝要な合格するために必要な知識を有するためのその難易度って考えると、そう変わってないと思っておいてください。ですね。えー、ただし、やはり、 戦略攻略はどうしても必要となってくるのでね。まあそこら辺をちょっと今日、まあ今回はお話ししたいと思いますが、その同じレジュメの2ページを開いてほしいんですね。これは昨年の例をとった、えー、まあ試験の公表と言いますかまあ試験はどの範囲から取材されてるかという一覧表ですね。で、これが、 大きく今年、令和5年変わってくるとは思えませんので、やっぱり攻略の立て方としてね、まあ参考にしてみてほしいところ。まあ今回は一番参考にしてほしいところですね。で、これは左側に出題の分野、科目、まあちょっと細かく分けつけてる嫌いはありますが、えー、賃貸借関係というのでくくってしまいましょうかね。そこから、えー、8問出てきます。そらそうでしょうね。賃貸住宅管理業者における賃貸、えー、不動産経営管理士なんで、賃貸、えー 関係が、まあ、やっぱりベースとしてなるのは当然ですからね、次第は重いところです。で、それ以上にですね、昨年の例を見ると、管理受託、えー、あるいはサブリースという名がついて、合計で20問ですね、えー、どちらも10問弱程度出てきております。まあえー、管理受託で11問、それからサブリースで8問で、まあえー、20問弱ですが、まあまあ、これ、えー、細かいことなくい大体20問と思ってください。えー、そこから出てきます。ただ ピンといまいち来ないんですが、えー、管理住宅 サブリースという名前で分けておりますが、これどういうところかっていうと、ま、あこれ言ってしまいますと法律ですね。えー、賃貸住宅管理業法。これ1枚目のお題のところにありましたね。賃貸住宅管理業法をどう攻略するかが限り、そらそうでしょうね。昨年の取材例見てみると、その賃貸住宅管理業法からで、ねえー、約20問弱出ておりますので、この攻略なしにはできませんということで。で、どちらかというと、昨年の試験見てみると、えー、ものすごく簡単な問題、それから難問期 んでどうういいても、えー、取れないようなよ問題まあそれを置いといて中間部分ですね勉強すればちゃんと取れる、えー、勉強しなかったらさっぱり取れないっていうふうに出題が固まってたのがどちらかというとこの「 管理住宅サブリースに該当する賃貸住宅管理業法だと思っておいてください。だからこの賃貸住宅管理業法の攻略なくして、えー、この賃貸不動産経営管理士が合格できるわけがないのでね、まあそこは中心にと思ってください。で、この管理住宅とサブリースという形であえて法律名じゃなくて、そういうちょっと変わったカテゴリー分けしてるのは、まあそもそも賃貸住宅管理業者、 ははでですすねまあ、登録なないいいしてかきゃんですがもう一つあってですね、えー、この特にサブリースですね。で、このサブリースの形は、まあ、あの、確かに最終的にはその賃貸住宅を管理するという形をとるんですけれども、えー、天体事業を行って、えー、まさしくサブリース事業を行った上でのまあ管理ということになりますので、えー、勧誘とかね、 まあ、昔から行われてた勧誘などをね、少しちょっと厳しく規制しようということで、まあ、その部分もやっぱり法規制されてるんですね。えー、サブリース業を行うときに、まあ、えー、勧誘とかをするときに、ね、ちょっと規制されてます。ということで、当然ながら、その賃貸住宅管理業法によって規制がされてます。まあ、合わせて。で、管理住宅になりますと、えー、まあ、ストレートに、えー、賃貸住宅の、まあ、オーナーさんから依頼を受けて、そして、まあ、えー、管理していく。そうすると、どうしても、 金銭的な部分でトラブルが多かったので、この管理住宅サブリース、いずれにせよ、まあ、賃貸住宅を管理していく立場の人たちですけれども、まあ、その人たちを規制しましょうという法律が、えー、約20万出題されると思っておいてください。えー、ですね。で、 ま、あ確かに、えー、昨年見てみると、ちょっと細かいかなっていうところが出てきたかと思います。ま、あ多く出てくるのは、まあ、賃貸住宅、の、えー、管理をするために、管理者契約するんですが、その際には、重要事項の説明をしたり、それから、えー、まあ、契約書をする書面、これを交付したりっていうことで、まあ、様々な義務が課せられています。で、から、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないということもあります。から、サビリースに関して、ま、あとにかく強引な勧誘などによってね、えー、これは、まあ、 結局、えー、現在のオーナーである方と、えー、賃貸住宅のね、えーま、あこれをの賃貸借契約を結ぶんですが、まあ、そこで強引な手法はやめましょう。あるいは、ちょっと、えー、勘違いさすような広告、これは規制しましょうということで、まあ、合わせていってるところね、えーここ、やはり細かいところも今後は考えられますので、その制服をしっかりやりましょうというのが一番大きな狙いですね。 で、もう一つがですね、上の、えー、まあ、先に紹介しましたが、賃貸借関係。まあ、賃貸住宅管理業者の賃貸不動産経営管理者だから、それは賃貸借関係が、ま、大きく出てきます。まあ、これは、ま、一般的な取引契約関係の問題から8問ですね。主だって民法や借地借家法という法律名がちゃんと付いたところがあるんですけれども、まあ、結構、いろんな法律からいろんな形で出てくるので、とっつきにくいんですが、ただ全ては、やっぱり、 賃貸住宅管理業者なので、まず一つが、えー、サブリースを考えると、えー、オーナーさんと結ぶ賃貸借契約ね。まあ、それの中心となってくる民法や借地借家を主だったところです。それから、 ストレートに管理するかの管理自宅方式になりますと、えー、ま,あまさしく委任契約などを結んでいったりするのでね、えー、そうするとまあ民法上もまあ必要な委任契約なども踏まえて、まあ、ただベースは全てやっぱり賃貸借関係と、まあ、それに付随するような問題ね、えー、というところとなります。ただ、ここの法律関係である賃貸借関係の分野もですね、やっぱり勉強しなきゃ取れないっていうところ、ねえー、がありますので、ずばり、 攻略を考えた上で欠かせないのが上の、まあ合計で、えー、まあこの数だけ単純に足し算すると、えー、27問。まあこれざっくりとやった時には30問ね。6割方はこのね、えー、範囲から出てくるかと思っておいてください。で、 多少ですが、多資格との関係を言っときますと、上の方の賃貸借関係は、またしく民法の賃貸借、はいえー、それから借地借家法ということで、まあ、レベル感で言うと、まあ、達見師と非常に似てる、まあ、内容だけ見ると、宅建師の <coughs> 学習内容に よりかかやや優ししいいってうう感じでしょうかねただ、やっぱり、あの、実務職が強いので、えー、まあ、単純なルールだけじゃなくて、例えば、そうですね、えー、賃貸借の中で、えお互いに増額請求、減額請求っていうのができますが、まあ、この試験においては、その増額請求や減額請求を具体的にどのように行っていくか、えー、増額請求とか減額請求ってどのように行っていくか、 っていううのは実を言うと存在すするんですかね、えー、まあもちろん最終的には揉めれば裁判ですというところですけれども、えー、この賃貸借のね、えー、この同額請求や減額請求などはまあ 先にね、えぇ、ー、調停などを起こしてやってくださいというところにつながったりするので、ね、そういうちょっと実務職が強いところも踏まえてするので、まあその辺は多少ですね、新しい知識を入れていかなきゃいけないんですけれども、まあこの点に関してはね、やっぱり、まあ、えぇ、ー、達士などの勉強されている方は、もう十分ベースになるところですね。はい。えー、ただし、その下の、 管理住宅やサブリースになりますと、まさしく、えー、管理宅会社、まあサブリース業者ね、まあそういったところを規制していくことになりますので、全く新しい分野っていうことにはなりますね。えー、ただし考え方は結構、まあ例えば、えー、宅建士のその宅建業法なんかと似ていて、業者を規制するところなんで、まあ馴染みのある言葉も出てくるでしょうし、それからやっぱり言葉の引っかかり方も結構似てるのでね、えー、まあまあ、新しいことするんですけれども、 うーんまあ、そのね、今持ってる知識を活かして、えー、できるのは当然ですので、まあそこもやはり、やるか下げて出てくるっていうところのベースを持ってるので、えー、あまり言うとね、宅建師に肩入れっていうことになりますが、宅建師などの資格を、まあ、勉強したり、えー、合格している人にとっては、かなり進めやすい形で、えー、ちゃんと攻略できるようになってますのでね、まあそこはぜひ活かしてみてくださいというところね、えー、なっていきます。このお賃貸借関係、それから管理自宅、それからサブリースの分 分ただし一、ねえー、つ怖いところは言っときますね。えー、それはやっぱり、えー、個数の問題ですね。個数の問題というのは4択がこれ形上4択になってるだけで誤ってるものをいくつあるか数えなさいとか、えー、正しいものはいくつあるでしょうとかいう形で各足ごとに正誤をしっかり判断した上で正しいものは何問か。 はいその手の、ああ、そうかそうか、それを個数問題というのねっていうふうにあ言ってて、まあ、受験経験、まあ、達犬者など受験経験がある方もいますが、この試験はですね、昨年の例を取るとですね、えー、上から2行目のところですね、出題形式については、 個数問題が13問、十三問ね。で、その後の組み合わせ問題8問ということで、単純4択じゃない、ちょっと変わった形式が50問のうち21問占めてる。まあ、これが実を言うと、えー、合格点を下げた一つのというか、かなり大きな要因になってるのは、この個数もの問題が13問ありました。組み合わせの問題が8問ありましたというところです。はい。えー、まあ、組み合わせの問題は逆に言うと、えー、サービス問題になってくることは多いんですけれども、この 個数の問問題ね13問で内容自体は賃貸借関係も管理枠サブリースともねそれほど難しくいくところじゃないんですが正確,的正確性を問われて個数でいくつあるかっていうのとちょっとしたミスが命取りそれから 中途半端な覚え方だと結局現場では迷うだけなので、えー、まあほとんどこの個数の問題に対応できないっていうことになりますのでね、そこをいかに攻略するか、もうほとんど話は確信をもう置いて、えー、もうほとんどね、えー、話しておりますが、この試験を攻略する上では上の賃貸借関係、まあこれは法律の中でも特に賃貸借のルール、それに付随するようなものね、いくつかあります。そして管理業者を規制する、えー、管理住宅、サブリースの分野を一個 いかに進めていくか。ただしそこは内容自体が深くえぐられてるものじゃなくて表面的なものを淡々としっかり覚えてるか。まあそこにできるかと思いますね。まあそれが個数問題に現れているというところとなります。はい。一応他のところ、他のところと言うと失礼なんですが、ね、他の分野としてもやっぱり特徴として考えられるのが、その管理実務。 えー、これはまあ法律論も半分ありますけれども入居者をどのように募集するのか、えー、というところとかね、えー、それからまあ金銭の管理まあ主に会計業務なんかをどのようにしていくかっていうのは確かにありますそれと特有の、まあ、やっぱり管理となってくると建物の維持とかもね、えー、これ考えなきゃいけませんので維持保全の分野まあいわゆる設備関連知識ですねそういったところで、えー、まあ10問ずつで約20、うん、まあ 割ね、でこの、えー、管理実務あるいは維持保全の分野はですね、な、え、じ、ー、みがないもののですね、やや常識感覚で取れる問題。まあ、この常識感覚っていうのはもちろん過去問屋っての意味ですけどね、えー、全くもって常識っていうわけじゃなくて、なんとなく、まあ、なんとなくというとあれとですけど、えー、勉強して、そして、えー、雰囲気で取れるという問題が半分。 そして、えー、全く範囲で外れてるところから半分ということで、 えー、学習の効果自体は非常に低くて、えー、なるところです。ですから、まあ、試験対策としては、最低限やるべきところはやって、えー、そういうところから出てきたり、そこから推測できれば落とさないようにっていうふうに考えると、まあ、試験の合格っていうところを考えると、それほど大きな上手を秘めてないっていうところなんで、えー、ここ、えー、賃貸借関係、それから、えー、管理委託方式、サブリース方式というところが、まあ、一番ベースとなるところ。で、これは、おそらく今後の試験展開を 考えると、より難しくなってくるっていうのは当然見えてきますのでね。ただ、そんなに深い分野じゃないので、やっぱり正確にしっかり覚えること。まあ、これが、やはりこの対策の一番肝心寛要なところだと思ってください。やや抽象的なところはあ,ありましたが、えー、まあ、対策として、あ、そうか、えー、契約関係でも特に賃貸借を契約のね、えー、関係、そして管理業者を規制する管理宅を、えー、 あるいはサブリース。まあ、ここはやっぱり寛容人寛容なところっていうところで、えー、見ていただければね。えー、というところ。で、その、さらに具体的な中身、えー、じゃあどう勉強するかっていうところなんかを踏まえたら、またね、あま、視点で聞いてる、まあ、レックの学校で聞いてる方は、その受付の方、あるいは講師などがいたらね、捕まえて聞いてくださればいいんですけれども、まあ、攻略としてはこの3つからと。 というふうに考えておいてください。まあそこで、じゃあ分かりました、分かりました。えー、この賃貸借関係、管理宅、サブリース中心にやらなきゃいけないっていうんですけれども、どのようにやっていくか、これ非常に困難は困難なんですけれども、やはり、まあちょっとこの先は多少宣伝文句になるとは思いますが、えー、甘い情報量を詰め込むというのはよろしくありません。えー、まあ少ない情報でいいのでしっかり覚えてもらいたいっていうところね。そして、えー、意外かもしれませんが、この試験はあんまり時間かけたところで点数伸びるわけじゃないので、 やっぱりベストとしてはまあ今年、宅研士、並、え、国、ーまあ、的に考えてる方なんかは、まあ、確かに期間はタイトなんですけど、宅研士の試験終わって、 一ヶ月とちょっとですね。まあそこで間に合うかって聞かれますけれども、ここはもう本当に十分間に合いますというよりも、そこでの集中の方がやっぱり効果的でってありますのでね。えー、やっぱり集中してやるようにしてください。まあそのために、まあコなんかではこちらの、えー、ものすごく重宝量としては少ないんですけど、もわかりやすく。そして、いや、ただ、この、え、ー 合格の問い説をしっかり理解してやっておけばね、過去もスムーズに解けていきますので、まあそのベースになっているのは、まあレックの、えー、講座なんかでもこのテキストは使っていきます。それと、もし、えー、今ね、えー、学校で聞いていらっしゃる方が言ったら、こちらの、ちょっと続けてしまいますから、プレゼンターに移しましょうかね。えー、合格のレックチン。 大管理士とあって、まあいわゆる、えー、講座のパンフレットですね。まあ、そこには若干講座の説明だけさせていただきますと。と、えー、大きく3つほど用意しております。けれども。 合格フルパック、合格スタンダードパック、合格プライムパック、似たような名前ですけど、左から、まあ、もし、えー、かの流れかわかりませんが、初めて法律不動産系の資格を勉強したりっていうする方は、元からちゃんと勉強できるようにっていうことで、合格フルパック、これ合計の回数は当然ながら多くなりますが、27回でやっていく合格フルパック、これを用意しております。 それから、まあもちろん、不動産系の資格は勉強したり、宅検師も合格しています。ただ、そういう子が、どうしても2年前であったり、3年前であったり、まあ確かに法律勉強して受かっていることは確かなんですが、若干間空いてるっていう方なんかにお勧すすめするのが、合格スタンダードパック。この合格フルパックに比べてのちょっと回数が少なくなりますが、24回あれば十分という形でね。中、えー、またね、後ほど確認していただければ。で、特に、えー、いやいや、今年ですね。 この卓球史について、えーまあ、今すでに勉強しております。で試験に向けて 多少の合格の手応えは掴んでおります。えー、じゃあ合わせて、まあ勉強するんだったら一気に、特に、宅研師試験終わって1ヶ月ちょっとある中で、まあ試験が受けられるというか聞いたので、まあ非常に受けやすくなります。まあそこでどのようにしますか。まあ特に1ヶ月ちょっとで勉強していかなきゃいけない。具体的な案も考えて、合格プライムバック。回数もかなり少なくなってますが、えー、やっぱり宅研師勉強されてると、えー、合格してると、えー これは賃貸借関係の知識がしっかり持ってるでしょうというところで、まあ、はるというとあれですけどね、省略しながら、まあ、肝心肝ような、まあ、他県合格が、まあ、ほぼ確実だとはいえども、 賃貸住宅管理業法は初めてっていうところがありますので、そういったところに重きを置いて進めていくのが合格プライムパックね。全16回からなってます。えー、これは、まあ皆さんの今のお立場考えて適切なものをね、選んでいけば、えー、そうすると、まあ、えー、やっぱりね、しっかり差をつけなきゃいけない、えー、賃貸住 管理業法、ね、まあ、そういったところが勉強しやすくなりますので、まあ、ここは、え、皆さんの、まあ、お考えの中で、ぜひぜひ、こういう講座もね、えー、使いながら今年、まあ、せっかく、この賃貸不動産経営管理士に関して、な、何らかの興味を持ち、何らか会社から要求され、何らかの形で取ろうと考えたのでね、まあ、あまり、え、後戻りせず、まあ、今年のうちにちゃんと取ってしまいましょう。まあ、そうなった時には、いろんなお立場おらんな、お、いろんな立ち位置があるでしょうから、まあ、レックは様々な行為、え、 用しして、まあ、影からちゃんと支援します、えー。そこを利用していただいてねまあひ、是非是非あそうかそうか、まあ、短期で合格特に集中してやらなきゃいけないってなるとやっぱりねそういった勉強の中身までは、えーまあ、レックに任してしまいましょうそしてあとあとはもう淡々と勉強するだけで。 考えていいたただければよりありあがたいところですかね,ね当然ながらこの後もね、まあ、講座取る取らないは置いといても、ね、支援はしていきますのでまずはこの試験、えー、どういうものか、えー、まあ内容がどう変わってきたかっていうところを理解していただいて、まあ、短期で勉強する上で、まあ、できたらこの講座の方を 選んでいただければよりありがたいということで、今回のお話は以上とさせていただきます。はい。では、えー、賃貸不動産経営管理士についての講座説明会ということで、えー、私、神田がお話しさせていただきました。はい。えー、いろいろありがとうございます。お疲れ様でした。